はい、こんばんは。今日は2019年度の前頭記述高二模試の、数学の2型の1、頼まれたのが1番を解説しようしてみようと思います。いいですかね。はい。じゃあ四角1番、2型の四角1。括弧1番が A は実数の定数とすると。二次方程式 x2 乗足す 2ax-a 足す6イコール0が異なる2つの虚数解かを持つような A の値の範囲を求めると。2番、方程式、絶対値 x イコール 3x 足す4を解けた。3、三角形 ABC において AB イコール 3AC イコールルート2、各 BAC が45度の時の辺 BC の長さを求めよう。4、2点 A-50B34 を結んだ線分 AB を3対1に内分する点 C の座標を求めよう。また C と直線 Y イコール 2x-1 の距離を求めようと。で、5番、不等式2分の1の 1-x 乗、小なり4分の1の x 乗を解けた。6、a イコールログ10底2、b イコールログ10底3とすると、ログ10底の18を a、b を用いて表せる。じゃあ、行きましょう。ちょっとですね。はい、じゃあ行きましょう。じゃあ、括弧1番。判別式を d とすると、異なる2つの虚数解だから、D が負になればいいですね。はい。ということで、まあ D でも4分の D でもいいけど、まあ4分の D でやると、A2 乗マイナス括弧 A、マイナス A 足す6と。はい。で、A2 乗プラス A 引く6になって、それが小なり0ね。で、解いていくと、答え、A はマイナス3より大きくて、2よりちっちゃいと。これが回答ですね。2番。絶対値で右辺が x があるときは場合分けしましょう。x が0以上、絶対値の中ね、0以上のときと0未満のとき。じゃあ1番、場合分け1番。x が0以上のときは、プラスで外して、3x-4。じゃあ x がマイナス2。ただし条件がこれだから条件より不適と。x はないと。この回答は不適ね。次、x が負のとき。そしたらこれ、絶対値をマイナスで外してください。マイナス x イコール 3x プラス4と。じゃあ、これで x がマイナス1になります。じゃあ、これはもう満たしてますね。これ条件を満たすと。じゃあ、以上より x はマイナス1と。いいですかね。あ、これね。マイナス1ね。はい、続いて3番。三角形こんな感じですね。図を書くと。じゃあ三角形 ABC において余弦定理より、じゃあ BC の2乗イコール、これの2乗足すこれの2乗、マイナス2倍のこれかけこれかけ、コサイン45度と。ということで5になります。で、BC が正だから、BC はルート5ね。いいか、いいですか。これ今2乗の状態だから、ルートね。プラスの平方根と。で、次4番。点 A、点 B を3対1に内分する点 C は、3たす1分の1倍のマイナス5、3倍の3。これね。これが X 座標。で、今度 Y 座標は3たす1分の、1かけ0たす3かけ4ね。これね。ということで、1、3になります。1、3にね。はい。で、次また、1、点1、3と 2X、何だっけ。Y イコール 2X-1 っていうのはこうですね。左辺に集めると。2X-Y-1 イコール0と。との距離は、じゃあ、ルート、これの2乗足す、これの2乗、これの2乗ね。分の2かけこれ足す、マイナス1かけこれ足す、これね、の絶対値と。ということで、5分の2ルート5。5分の2ルート5となります。で、続いて、これが今4番で、この5番。これが迷った人おると思うんやけども、この括弧の中の定を一緒にしましょうか。じゃあこれ、4分の1っていうのは2分の1の2乗だから、だから、ここの部分っていうのは、2分の1を2乗して、さらにそれを x 乗してるのと全く一緒ですね。これとこれ言ってること一緒と。じゃあ、累乗かけていいので、じゃあ2分の1の 2x 乗ね。はい。で、あとは定が一緒だから、ただし定2分の1は1よりちっちゃいから、この代償関係じゃなくて、向きが逆になると。これね。累乗と累乗。1-x 大なり 2x ね。で、これを解いて、x が3分の1よりちっちゃいと。いいですかね。はい。で、最後の6番は、
変換公式使いましょう。真数の18っていうのは 2×3 の2乗だから、ログ10って2足すログ10って3の2乗ですね。じゃあ2をこっち前に持ってくれば、ログ10って2足す2ログ10って3ということは、回答は A 足す2倍の B と、こうですねとなります。そこまででいいかな。はい、じゃあちょっともう一回答案をこうね、一回通して、あと問題をちょっと映してない人はじゃあこう置いときますんで、じゃあ30秒ほど置いときます。